鹿児島偉人カルタ番外編ですということで、はい、今日はカナさんが何か持ってきてくださいました。講談社の週刊モーニングというところで連載を、安美子先生というですね作者さんがされているダンドンという作品があるんですけど、そちらの今監修歴史監修ですねをさせていただいておりまして、第1巻が、発売されましたので、ご紹介に、来ました。ここです。第1巻発売おめでとうございます。ドーンと、ドーンと、書店に並んでるわけですね。並んでます。はい。で、さあこの漫画は、川路俊義が主人公の漫画で、以前一回鹿児島偉人カルタ55の中でも紹介をさせていただいてはいるんですけど、覚えていらっしゃっていたら嬉しいです。今ちょっとだけ資料映像出てんじゃないですかね。出してねってことで。どこに銅像があるかぐらい覚えてるんですか。ちょっと待って、だってあそこですよね、県庁の。あ、そうですそうです。はい。なんかみんな県警の。よかった。であのすぐ行きますって行きましたもん。よかったです。県警の前の銅像を作った方はもう武殿の大好きな中村信也先生ですね。はい。中村信也マニアを、ね。はい。自称しておりますので。めっちゃかっこいいですね。そうなんです。イケメンなんです。イケメン大好きなので。川路俊義が後に日本の警察制度を作る方になるのですが、もともと安先生が以前箱詰めという警察漫画を描かれていて、今ですねもう警察漫画を描くには、警察の始まりを描きたいということで、川路のことを漫画にしてくださっているという感じです。で川路といえば薩摩の偉人なので、登場人物は鹿児島の方たちがたくさん出てくるんです。嬉しい。なのでぜひ鹿児島のメンバーがいっぱい出てくる。そうなんです、カルタのメンバーたくさん出てきます。嬉しい。はい、なのでカルタのメンバーもたくさん出てくるし、鹿児島の偉人がたくさん出てくるので、ぜひ鹿児島の方に読んでいただけると、うん、まあ、漫画なのでですね、すごく読みやすいと思いますので、鹿児島の歴史がどん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 ですね、はい、頭に入ってくると思いますので、ぜひ読んでいただきたいなと思っております。監修のお話来たの、多分ひょっとしたら偉人カルタから来たのかもしれない。あ、そうかもしれないですね。川路俊義だけではなくて、そうかそうか、西藤さんも出てきますし、成明さんも出てきますし、カナさんはその作者の方と、うん、先生と対談されたとか。そうですね、対談は一度紙面で、ね、なんかして、ね、またなんかここにある、ね、持ってきたんですよ。すいません、何よ、これ、何よ、これ、ね、これにね、ありがとうございます。対談お見せられないですけどね。対談、あ、そうか、そうか、見せられないですけど、ね、こちら対談会なんですけど、はいはい、ここにほら下豊臣、あ、本当だ。すいません、すごい、安住彦ということで、先生より上に名前来てます、うん、はい、こちらですね、ちょっと今見えるかな。川路は鹿児島の中ではどちらかというと嫌われてた偉人なんですよ、うん、ね、はっきり言ってしまうと、やはり西南戦争で西郷隆盛を、まあ、殺してしまったきっかけを作ったのはやっぱし川路俊義だと、大久保利通だと思われてる方が、うん、まあ、当時もたくさんいらっしゃったということもあり、うんうん、なかなか川路自身もその後なんか自分であまりこう話してないんですよね、こういう経緯だったみたいなことを。なので今までも研究がされていなかった人物が川路俊義なんですけど、川路俊義のことを漫画にされるということで、私も改めていろいろとですね調査をしたりしまして、新しいことがいろいろと分かってきておりますので、その新しい知見も含めて漫画で先生に表現していただけると、嬉しいなというふうにですね思っておりますので、そういうところも含めてぜひ楽しんでいただきたいなと思います。鹿児島の人が嫌いっていう思ってた人がちょっと変わるかもしれない、まあ、多分好きになるんじゃないかなと思いますね。あ、本当はこんな人だったんだ、かわしいみたいな。ちょっともう泣きが入るぐらいですよ。はい、そんななるかもしれないですので、まだ第1巻ですもんね。そうなんです、やっぱしその川路の良さを分かるにはですね、うん、やはりもう西南戦争、その後西南戦争が終わって亡くなるまで
生涯通して見るときっと好きになっていただけると思うので、ぜひ河津の人生をですね漫画で追っかけていただけると嬉しいなと思います。目指すところは、まあ、今漫画ですけど、なんかこれがドラマ化したりとか。あ、そうですね、まあ、私が言うのはかもしれないですけど、なると嬉しいですね。目指せ大河です。あ、そうですね、はい、言っちゃう、言っちゃう。そうですね、あ、じゃあちょっと目指せ大河ということで、はいはい、あ、カメラ目線、カメラ目線、はい、こちらでございます。あ、レッツゴー、じゃあ、タケドにケド、いやいや、なんで僕じゃなくて、ケド、ケド、ケドなんですか。はい、川地はですね、うん、解禁症男なんです。幕末解禁症男、うん、あらゆる事件事故の最前線に実はいた解禁症な男なので、河津、うんうん、の人生を追っかけると、うん、幕末明治維新の歴史が分かるというとても面白い人物になっております。なので一生かけてですねドラマ化するのはとても面白いと思いますので、カジを追っかけると漏れなくいろんな、ね、有名な方々がついてくるわけですね。有名な方もついてきますし、はい、有名な事件、事件もついてくる、はい、戦もついてきます。すごい、もう二人で語る語る思いが溢れるつまり言いたいことは、はい、こちらでお願いします、はい、あ、目指せ、目指せタイガもうちょっと、もうちょっと気合い入れて言おうか、はい、目指せタイガダンドーンとかで言うんですか。はい、はい、目指せ大河、もう一回いきましょう。じゃあ、早まき、早まき、すみません。一回深呼吸して、はい、では、カナタンが目指すところは、どうぞ。目指せ、大河、ダンドーン、ダンドーン、ダンドーン。はい、将来大河が来ますよ、皆さん。その前に一巻から読みましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。サプリで宣言するとね、夢が叶うと言われてるんですから。叶う、叶う、はい、叶えよまだ叶えてないですけどね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます